いやー、花の刑事とは相性が悪いなー。クールポコのいろいろやっちまったなイエーイ。どうもこんばんは、クールポコの小野です。いやー、せんちゃんです。いやー、相性悪い。どうした？どうも合わない。やってきたか、信頼。やってきた。花の騎士ある花の刑事カン男ね。男ってもらう。カンっていうのか。カンかな。カンっていいのかな。多分ね。やっちゃった。いやー、ダメだな。どう、面白かった？でも面白いよ。なんかいろんなパターンがあって、大当たりしてからも。あ、そう、うん。当たったもん。一回単発で当たっただけだから。あ、そう、一回で終わった。うん。まあでもなかなかね。あ、そう。刑事は相性悪い。悪いな。やってないの？だって俺が行きつけのパチンコ屋さんまだ入ってないまだ入ってないんだ。ちょっと結構前転的に入ってってるけど、ね、いや、ね、うん、いっぱい台数入れるところは、うん、初日から入れられるんだけど、うん、その僕が行きつけのところはそこまで大きくないから、うん、台数もそんなに取らないから、うん、だから1週間遅れって言ってたから、だから多分そろそろ来週ぐらいかな。それぐらいか。行っちゃうな。でもよく座れたね。空いてたね。結構、いや、1台だけ空いてたの。ああ、そう、うん、いや、何の話してんの俺らこれ。パチンコ番組だけこれ。気をつけてくださいってことや、やっぱり刑事、うん、いや、でも打ってみたい、もう打ってみたい。そんなこと言ったらアントニオ猪木と相性が悪いんですよ。いいよ、その騎士の。相当持ってかれたよ、俺ら。苦手な騎士はいいから。持ってかれたよ。さあ、じゃあ行きましょうか、はい。皆さんからの、感想相談何でも教えてほしいので、うん、この番組ではツイッターハッシュタグを用意しています。シャープクールポコいろいろ、クールポコはカタカナ、いろいろはひらがなで、シャープクールポコいろいろでつぶやいてください、うん。またお便りも、募集しております。アドレスはすべて小文字で cpi@good.jp cpi@good.jp まで、はい。この番組ではいろいろお便りを募集してます。嬉しかったこと、驚いたこと、怒っていること、いろいろお待ちしてます。電話番号、お名前、話したいことを書いて送ってください。お待ちしてます。お待ちしております。さあ、はい、残りの時間、今日はもうパチンコ特集でいきたいと思います。いきませんよ、今日は。バッタイキャムビリファイダー、バッタイキャムビリファイダー。